どうも戦国係長なりです。今回は埼玉県の秩父郡にある千葉山城を紹介します。千葉山城は別名龍ヶ谷城とも呼ばれ、呉北条氏に従属していた養土新左衛門のお城になります。千葉山城は八方城をはじめ花園城、天神山城と秩父地域の統治にあたって重要な拠点の一つになります。重要とはいえ、千葉山城は正直マイナーなお城だと思います。でもそんなお城の紹介をあえてする、それには理由があります。それはお城の楽しみ方もこの動画でお話ししたいからです。お城の楽しみ方は様々あるので、これが正解みたいなものはないです。皆さんの気の向くまま満足いくまでお城を楽しんでいただきたいです。とは言っても、お城好きが語るお城の楽しみ方、特に初めて見学するお城の場合は事前知識があった方が絶対楽しめることは間違いないですよね。何を隠そう、僕自身もそんなもったいないお城巡りをしていた一人だったんです。特に山城なんかだとすごくやりがちで、もうこの先は何もないなーなんて思っていたら、その先こそ見どころの掘り切りがあったんですみたいなこととか、あのお城の市場だったのかみたいなことが結構あるんですよ。そんな事態を防ぐには、やはり参考動画、まあこの白チューブみたいなを絶対見ておいた方がいいんです。手前味噌の話ですが、この動画を見る前と見た後では全然違いますので、ぜひ最後までご覧ください。そんなわけで今回は千葉山城の構造から、千葉山城が呉北条氏の秩父支配にどのように関わっていたのか、そこからなぜこのような構造になったのかまで、僕個人の妄想も含めながら深掘りしていく、そんな動画の内容で進めていきます。千葉山城は藤田市のお城の中で一番南に位置していて、荒川の東岸から少し内側に入った山の上に築かれたお城になります。お城のすぐ下には街道が通り、鎌伏峠や二本木峠を経て寄居や比企郡に通じています。また現在では国道299号、かつての秩父王冠があったりと、今も昔も交通の要衝であることがわかります。お城の規模は標高320メートルの山頂にある本曲輪、二の曲輪、三の曲輪を主要部に、それほど大きいとは言えない規模となっていますが、縦堀や堀切りなど様々な防御施設が設けられていた戦に特化したお城となっていました。そして千葉山城の西側の尾根から三沢川方面に下っていくと、花壇段丘面に形成された妙音寺跡があります。今回はこちらへは行けませんでしたが、構造だけは解説していきます。ここを含めて駐車場がないので、路駐でしか止める方法はありませんでした。しかもお城への途上口も分からず、道を行ったり来たりして困っていたところ、途上ルートの民家の方が出てきてくださり、車を止めさせていただいただけでなく、案内図も用意してくださいました。実際お城に行くにはこちらの民家を通過させてもらうので、マナーを守って見学しましょう。それでは途上ルートで整備されたこのルートから進んでいきましょう。緩やかな登山道を登っていくと、お城から南方面の景色がよく見えます。あちら側は秩父へと通じており、まさに目の前に街道が通っていたのが想像できます。三の曲輪に通じる尾根の最初の出入り口、土橋です。千葉山城ではこのように堀切りで尾根の道を極端に狭くした構造がよく見られます。時期のせいか落ち葉が多くてかなり滑りやすくなっています。草木が落ち着いた冬でもこのようなパターンもあるんですね。土橋を越えた途端に手を加えられた形跡が至る所で見えますね。
この縦堀は素晴らしいですね。進む斜面の角度と通路の幅、縦堀のタイミングが本当に絶妙ですよね。当時はどうだったのか分かりませんが、落ち葉がさらに進むのを困難にさせられています。右手には腰車状の車があります。腰車はメインの車、この場合はこの上の3の車ですねの斜面を急にしていく過程で生まれた車になります。当然腰車にも柵や守備兵を配置するので、メインの車までのワンクッション的な役割もあって二重の守りにもなっていました。3の車は細長い車になっています。西は同じく両サイドの縦堀で道幅が狭められた出入り口があって、物見台的な少し街道に突き出た細長い車があります。3の車の東は2の車、本車になりますが、その高低差はかなりあって、細くて急斜面を登っていかなければなりません。あまりに急で、しかもすぐ脇は崖なのでちょっと怖かったです。皆さんも気をつけてください。ここが二の車の出入り口ですが、かなり狭くなっていますね。ここで一度遺構から離れて千葉山城の歴史について話します。千葉山城は新編武蔵風土紀行に陽土新左衛門正光が挙し云々とあるようですが、それ以上のことは書かれていないようです。千葉山城周辺の秩父盆地から寄居町にかけては、花園城の藤田氏や猪俣氏、秩父氏などの小さな黒人衆たちが上杉氏の配下としてそれぞれの勢力を維持してきました。もともとこの地域は南西に甲斐国、西には信濃、北は上野と常に隣国からの脅威にさらされていた地域でもあります。よって彼ら黒人衆は同盟を結ぶことによって一種の共同体として生き残りを図っていたと思われます。そんな中、秩父地域を揺るがす事件が起こります。これは後に秩父一覧と呼ばれるほど大きな事件となります。永禄3年1560年8月、長尾景虎、後の上杉謙信が関東に勢力を広げる呉北条氏を排除するため越後を出陣。上野に入ると地元の黒人衆を味方につけ、道中のお城を次々に落としていきました。これに付き従う武将の名が記された関東幕中門には藤田氏などの秩父の黒人衆の名前もありました。この頃の秩父地域の動乱こそがまさに秩父一乱で、長尾景虎を支持する勢力が反北条氏として高松城や日与城に立てこもりました。この時の北条氏の動きは永禄4年9月の書状に書かれています。北条氏は青梅の唐海城を攻略した後、高坂に陣を寄せ日与城を攻略、さらに荒川を渡ると天神山城が降伏してきたというものです。さらにもう一つ、お土を文書と呼ばれる資料によると、同じ年の12月、今度高松や檜山よりまかり弟子僧侶面々本地行相違べからず僧侶承認千葉山に出し、陽土新左衛門に申し合わせ走り回るべし、中心により淵加えるべきものなりとあり、檜山を本拠とする藤田氏が北条氏に敵対していたことや、呉北条氏の秩父攻略のキーパーソンとして陽土氏が置かれていたことがわかります。藤田氏は呉北条氏に従属すると陽土氏を名乗るようになり、もともとの陽土新左衛門は永禄7年以降資料から姿を消します。この辺りの詳しい経緯は謎ですが、陽土氏は藤田氏と同族関係であったと考えられます。そう考えると千葉山城単体で見ると陽土氏ですが、もっと広い目線で見ると藤田氏系のお城で共通する作りが見えてくるかもしれませんね。さあ現地に戻ってきました。今いるのは二の車に相当する車になります。二の車と本車は隔てられてはいるものの、ほぼ一つの車になっていると言っていいでしょう。完全な平面ではありませんが、かなり広い車になっていますね。本車との間にはだいぶ薄れてはいますが、横堀が伺えます。
L 字に折れて土橋を挟んで縦堀につながる構造になっていますね。本廓はかなり狭いので兵士が詰めるというよりも城兵に指示を出す場所となっていたようです。ここから北の眺望は素晴らしく、北条氏の市場と連絡を取るには十分なポイントだったと思われます。ここから天神山城や花園城を経て八幡城の北条氏国へと秩父の情勢が伝えられていたわけですね。さらに北は大きな堀切りと急な崖によって仕切られ、ここから敵が侵入するのはかなり厳しそうですね。二の郭の東側は枡形のような出入り口になっていて、クランクした横堀が設けられています。そのまま尾根を東へ向かうと、二重堀切りで完全に分断して城域は終わります。やっぱり地図で見るのと実際に歩いてみるのとでは迫力がまるで違いますね。千葉山城では各所で石積みの痕跡が見られます。特に堀切りの補強として石積みが設けられているのは千葉山城の特徴の一つと言えますね。この時は気づかずにかなり向こうの方まで進んでしまいましたが、特に遺構らしいものは見られませんでした。二の郭の南東側、東の二重堀切りと南の縦堀の間には2つの郭があります。それより降りればまだ遺構はあるようですが、ご覧の通りすごい竹やぶとなっていて、これ以上先には進めなそうです。この下には縦堀や横堀、土橋など藤田氏のお城でよく見られる守りと反撃を巧みに組み合わせた構造が見られます。ですが残念ながら次回の機会にとっておきましょう。それでは千葉山城が戦国時代どのような役割を持っていたのかについても考えていきましょう。千葉山城の麓を流れる三沢川の対岸は千葉と呼ばれていて、合戦の伝承があります。秩父地域が呉北条氏の支配下に置かれると、八方から金尾、岩田、千葉、三沢、高篠、横瀬と荒川を渡らないルートを抑える要害の地のうちの一つとなりました。千葉山城が北条氏に従属したタイミングは神津家攻略や上杉謙信、武田信玄との戦いの真っ最中で、秩父地域に入り込んだ千葉山城や花園城ではなく、神津家にも目の届く八幡城が拠点に選ばれました。ここに配置された北条氏国は支配と軍事の両方を兼ね備えた拠点を選ばなければなりませんでした。そこで選ばれたのが八幡城で、そう考えるとなぜ現在の八幡城がここまで大規模で重要視されているのかわかる気がしますね。このように千葉山城は北条氏の北関東支配の拠点、八幡城の市場の一つとして存在していたことがわかります。実際北条氏がこれらのお城について直接支配をしていたと思われる資料は見つかっていないので、管理の方は地元の黒人たちに任せられていたと考えられます。だからこそ千葉山城などの藤田氏系のお城は彼らが主体となって強化されていったと言えるのかもしれませんね。今回は埼玉県の秩父にある千葉山城を紹介しました。最後にお城の見どころを3つにまとめていきます。まずは縦堀や横堀、二重の堀切りなどお城中に設けられたくぼみですね。千葉山城で見られるくぼみはかなり巧みに組み合わされて設けられています。特に横堀は何箇所もクランクした堀が設けられていることから、藤田氏のお家芸的な技法なのかもしれないですね。
その防御施設がどのような守り方をしているのか、敵の進行ルートをどのように想定して設計されているのかを想像しながら見てみるととても面白いです。2つ目は各所で見られる石積みです。千葉山城の石積みは薄い緑泥片岩という石を積んで構築されています。石積みは堀切りを作る際に岩盤を削って作っているため、そこで切り出された石が利用されているとも考えられるので、必ずしも藤田市特有のとまでは言い切れませんが、緑泥片岩が分布する秩父地域の特徴を生かしているとも言えますよね。ここで特徴的なのが、こういった石積みはお城の威厳みたいなものを見せつけるため、本丸などの主要部に集中するお城が多いんですけど、千葉山城では途上口で主に積まれています。これは石積みを見せるために積むのではなく、守るために積んでいるからだと言えます。つまり千葉山城は領域支配の象徴的なお城ではなく、軍事に特化したお城だったってことですね。そして最後に、これは僕ができていなかったので皆さんにはぜひ見ていただきたいんですが、二の郭の南東にある横堀や縦堀、土橋の組み合わせですね。これは千葉山城の隠された見どころだと思うので、竹やぶがすごいと思うんですけど、頑張ってみる価値は絶対にあります。ちなみにもし整備が進んで見られるようになったらコメントで教えてください。最優先で見に行きたいと思います。以上が千葉山城の絶対見てほしいポイントでした。これら千葉山城のポイントを藤田市オリジナルの築城技術と見るか、北条氏のサポートがあってのものなのか、はたまたこの地域で流行っていた築城トレンドと見るのか、判断は皆さんが現地で確かめてください。皆さんのご意見をコメントで教えていただけたら嬉しいです。いかがだったでしょうか。マイナーなお城かと思って後回しにしていたお城が自分を呼んでいるような気がしてきましたよね。こうやって皆さんに大好きなお城を語ることが楽しすぎて仕方ないです。最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。動画では皆さんに一方的に喋りまくらさせていただいちゃったので、コメントでは皆さんのお城愛を聞かせてもらえたら嬉しいです。このようにこのチャンネルではお城大好き戦国係長なりが関東のお城を中心に紹介しています。これからお城に行かれるという方など現地の意向を見ながらお城をより楽しめる動画となっていますので、お城に興味があるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回動画内で紹介した別の動画のリンクや参考書籍のリンクは動画説明欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。